皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はこれから YouTube の撮影をしようと思って、メイクをしていこうかなと思ったんですけど、せっかくならメイクしながらなんかお話ししていこうかなと思いまして、ゆっくりカメラを回していこうと思います。はい、もう寝起き、もう髪の毛櫛も溶かしてない感じだけど、とりあえず何の話していこうかなって思って考えたのが、皆さん国際ロマンス詐欺って知ってる？私はね、知らなかったんだよその時まで。なんでこんな話をしようかなと思ったのは、私が国際ロマンス詐欺に遭ったの、最近の話じゃなくて、もうほんと車椅子なった時くらいだから3年くらい前にはなるんだけど、ちょっとその時の話をしていこうと思います。はい、まずとりあえず下地、これランコム使っていきます。はい、化粧の話もしながら、国際ロマンス詐欺の話もしながらにしようと思うんだけど、このランコムをね使い始めるようになって、でも私本当に肌がニキビ体質だから、例えば朝早くから化粧をして夜遅くまで化粧を落とさないっていう時に、なんか違う下地を使ってた時、例えばプリマビスタとか使ってたんだけどね、ニキビができちゃうの。なんかもうニキビの予備軍たちがもうできちゃうくらい本当に肌が弱々しくて、結構 SNS で有名な、例えばティルティルとかさ、そういうの使ったらもう一気にニキビできる、もうその日のうちにニキビできるっていうくらいダメなの。これは1日使っててもニキビができない、化粧を落とさなかった日があったとしても翌日ニキビができない、そんな商品となっております。テカリ防止はめっちゃあるかって言ったらそんなにはないんだけど、すごい油ぎっしょな私でも意外といい感じくらいはある。国際ロマンス詐欺の話なんだけど、あんまり Facebook って投稿してないわけじゃないけど、友達って身内とか本当に会った人としか友達申請してないようなあれだったから、ある時海外の人からピコーンってメッセージが来たの。ちょいちょい来ることはあったんだけどね、なんか英語で、あなたの投稿は素晴らしいですみたいな、すごい元気をもらえます、ぜひなんか情報交換じゃないけど会話したいですみたいな感じでメッセージが来たから見てみたら、イケメンだったんですよ、写真が写真がイケメンで、お嬉しいなみたいな、ちょいちょい海外の人からもそういうメッセージが来てたから、あ、もうこの人はそうなのかなって思って、あ、まあありがとうございますくらいで返したの。なんでその時返したかわかんないんだけど、イケメンに惹かれたんでしょうね、本当に。そしたらまたメッセージが返ってきて、なんか僕はみたいな、医者をやってて、今その戦争地域イランとか、そっちのイランじゃないや、イラクとかそっちの方にいるんだと。妻は死別して妻は死別して子供は一人息子がいるんだけど、イギリスの学校に一人いますみたいな、一人で生活していますみたいな感じになって、でなんかそういうのもあって、あなたの投稿がすごく元気もらえます的な感じの会話だったんだよね。でなんか日本は素敵なところですかみたいな感じの質問が来たから、あんま日本はいいとこですよとか、別に車椅子の話っていうよりはなんか日本の話をいろいろしてたんだけど、基地に、米軍基地にいるから、米軍基地にいることによっての制限がかかってるんですよねみたいな感じだったの。だから写真とか送りたいんだけどなかなか送れないんだよみたいな、だから Facebook の投稿をよかったら見てくださいみたいな感じのメッセージとかがね、ちょいちょい来てたの。そのいつか日本に行ってみたいっていう話の中で、いつか日本に行って家を買いたいっていう話が今度出てきて、ああそうなんだ、金あんなみたいなさ1年くらいで任期が終わるから、そしたら日本に行って家を買って、そこで
暮らしたいなみたいな、息子と一緒に暮らしたいなみたいなことを言ってたの。あ、そうなんですねみたいな。だから行ったら会えますかって来るじゃん、あっちから。そりゃね、あっちから私が日本に行ったらあなたと会えますか、一緒になんかどっか行けますかみたいなことを言ってくれて、あ、そうなんだ、嬉しいってちょっと思ったの。なんか別にすごいハマったってわけじゃないけど、でも車椅子になって、あ、男性の人からこう好意を持ってもらえるんだろうかなみたいな、そういうさ心配を持っている中、本当にスタートの時くらいだったから、その中でやっぱり海外の人ってそういうこと気にしないんだみたいなことを思ってたわけですよ。ある時だ、その日本に行くためにはお金が必要ですと。で、家を借りるためにも買うためにもお金が必要なんだけど、さっきも言ったようにその戦争地域の基地にいるから銀行に行けない、お金がうまくこうなんていうの、やり取りなかなか日本円ですることができないんだよね。だからお金を少し立て替えてくれませんかみたいな感じの翻訳 になるじゃん。ってなった瞬間に、ポッって、これは詐欺なんだって思った。友達とかにもしてったわけ、こういう人から連絡来ててって。それを喋ってる時に友達から、それってさ、今流行ってる国際ロマンス詐欺っていうやつじゃないみたいなことを、初めてそのワードを知って、あ、そんなのあるんだって。で、国際ロマンス詐欺って調べたら、そのイケメンさんのさ、写真が出てきたの。国際ロマンス詐欺にご注意、特に要注意人物、この人みたいな感じで、出てきてて、実際に本人はいるんだけど、その人はちゃんと医者だし、お金ある人だし、でも別に戦争地域には行ってなくて、奥さんもいるし、ただその自分が SNS に使って投稿してる写真をうまく切り取られて、そうやって、まあ、なりすましでロマンス詐欺に使われてるから、なんかその人も結構訴えみたいなのを起こしてますみたいな、そういう投稿が出てきててさ、国際ロマンス詐欺なんですねって思った私は本人に聞いてみたんですよ、メッセージで。はい、次、最後、これお粉、ジバンシーのお粉ですね。本人にこれって詐欺ですかっていうふうにちゃんとメッセージ送ったの、偉くない？どういうことを言ってくるのかなって思ってさ、あら、ジバンシーかわいいで、詐欺ですかって言ったらさ、これは詐欺ではありませんみたいなことを、まあそれは言ってくるわけじゃん。詐欺じゃないわけないだろうって、金の話しといてって思って、こういう風に記事書いてありますよっていうのもさ、ご丁寧に URL も送ってさ、あなたの名前が詐欺集団の一味として上がってきてますよみたいな感じで、でもそれでも違いますみたいなこと書いてあったんだけど、多分そあっちの人もさ、どの国の人がその国際ロマンス詐欺で成り済ましてるか分かんないから、私が言いたいことが100% 伝わってるかどうかは分かんなかったけど、まあ、違いますみたいなことをずっと言って、なんかあんま変わり映えのない会話になったから、もう別に連絡取ることはなくなったんだけど、そのあれがあってからニュースとかで今国際ロマンス詐欺っていうのが流行ってましてっていうテレビでもやるくらいになってたの。でも結構それさ、男の人が、女の女医さんとかが旦那が死別して年間年でみたいなので連絡をくれるっていう方が多くて、いやでもさ、引っかかるんだってちょっと思っちゃった。でも金っていう時点でさ、おかしいって、それまでは確かに普通の会話だったから、そういうことももしかしたらあるかもしんないななんて思ってたけど、金って言われた瞬間さ、いや完全に詐欺やろって思ったよね、普通に。だから国際ロマンス詐欺でも今でもゼロじゃないらしいからさ、被害がぜひ皆さん国際ロマンス詐欺にはご注意ください。マジでイケメンだったんですよ。次、眉毛はもう何でもいいと思って今はセザンヌを使っております。で、
眉毛は脱色してるので、まあこれに乗っ取りながら描く感じですね。インスタでも来るようになった。インスタがまたさ、リアルなんですよ。本当にリアル。なんかストーリーとかも上げるの、動画とかも上げるからますますリアルに感じるんだけど、あれも絶対詐欺だね、普通に。だから皆さん気をつけてくださいよ、本当。で、最近アイシャドウはですね、アンドビーノ使ってるんだけど、最近入れ方を変えまして、塗り方ですね。はじめに一番濃いところ、これマットのこれをとりあえずバーって塗って、その次このラメの茶色を薄くバーって塗って、で最後にここの今白いところを目頭半分くらい、中央くらい半分まで塗るようにしてる。なんかそうするとさ、うまくグラデーションができるようになったんだよね。前は薄いとこものから塗ってたけど、濃いものから塗って最後こう薄いやつでグラデーション作ったり、濃いのを調整した方がなんかあんまり濃くならないなって思った。まあそんな感じですよ。はいはいはい。もうまつエクがね、もうスカスカなんだけど、とりあえず別に誰かと会うわけじゃなく遠目で撮影するので、このまんまで、あとライン引いて目は終わりかな。いつもはコンタクト、カラーコンタクトつけるんだけど、今日はめんどくさいので裸眼でいきたいと思います。肌に塗るもの、顔に塗るものに対してはやっぱりデパコスがいい、高いものがいいっていうことが 100% そうかって言ったら微妙かもしれないけど、でも肌にはデパコスの方が良さそうかなっていう勝手なイメージでデパコスを買ってる。ただこのまつ毛とか眉毛とか、まあ、V が小さいところはなんか量も少ないし、眉毛なんてめっちゃすぐなくなるから、それはもう安いやつでいいかなって思ってる。で、そういうのをさ、逐一メイクしてもらうときとか、メイクさん何使ってんだろうな、どういうのがいいんですかっていうのを聞いて買うようにしてんだよね。違うこの鼻ライン作るやつ欲しいんだよね。はいはい、そう、なんかさ、コメントでもらったんだけど、たまにね、たまに言われるんだけど、鼻整形してますかって言われるの。どう見ても整形してないでしょ、こんな鼻。ほら、私の鼻は、これは整形鼻と言われる鼻なんでしょうか。鼻に違和感ありますねとか言われてさ、ずっと見てる人からしたら、多分顔って全然変わってないし、まあ、痩せた太ったはあるけどね。長期間休んでますとか、やけどの時入院以外はほぼリアルタイムくらいでいつも動画を投稿してるから、鼻整形したらさ無理じゃん、そんなの。だから私のお顔は脳整形でございますね。髪をさらっと巻いていこうと思いますね。これヘアビューロンのコテを誕生日プレゼントに買ってもらって使ってるんです。でもこのヘアビューロンのコテ基本は福岡の家にあるのよ。でこっちの山形の家にいるときはこちら、まあ、よくおなじみのサロニアのねコテを使ってるんだけど、やっぱりいいよヘアビューロン、全然違う。巻くときのこの髪の毛の通り、サロニアの方はギシギシな感じがあるけど、ヘアビューロンはすごいサラサラした感じで巻きやすい。巻くの下手な私でもめっちゃ巻きやすい。で、巻きの持ちがいいんですよ。なんか違うんかって思うけど、違うんですよ。あ、で、ドライヤーとかもあるじゃん、ヘアビューロンの。なんかそれも一回ホテルで使ったことあるけど、めっちゃサラサラなる。ダイソンもそうだね。ダイソンもめっちゃサラサラ。で、ヘアビューロンも今何本まで出てんの？なんか紫色のやつあるよね。27D みたいなやつがあると思うけど、そこまではいらない。もうこの 4D で十分。
まあ、他にもいいヘアアイロンいっぱいあると思うけど、ヘアビューロンでもし迷ってる方がいたら 4D でいいと思います。今だったらちょっと安くなってそうだけどね、新しいやついっぱい出てて。ここはね全部外巻き、外巻きにしていきます。最近前髪を 2way で作ってるので、まあ、センター分けもできるし、まあ、ワックスとかでちょい流行りのこういうシースルーっぽい前髪もこう作れるように、前髪ちょっと伸びてきちゃったけど調整してやってますね。ずっとセンター分けだったから癖どうかなって思ったんだけど、意外とうまく切ってもらうとこういう風にシースルーみたいな前髪もできます、できたりします。こんな感じでできました。はい、ラララララララ、はい、ということで、この動画が良かったなと、面白かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。